はい、そっか塾のこぶです。今回のタイトルですけども、ポイ活、家事育児、尽きない仕事、専業主婦としか名乗れない、子育て中少しずつ仕事を手放したとあります。ちょっとタイトルではわかりにくいんですけども、えー、文章を読んでいくとね、専業主婦っていうふうに名乗るのが恥ずかしいっていう思いと、 子育てをしている間は、ちょっと仕事がなかなかね、できなくって、結局子育てだけになっちゃう自分に、いろいろと思うところがあるっていう内容だったんですよね。で、えー、っと、専業主婦にこびりついたイメージが実態に合っていないと感じるっていうのはどういうことかっていうと、専業主婦っていうとね、楽なイメージがあるけども、いや、主婦以外できなくなるぐらい忙しいんだよっていうことなんですよね。いや、でもね、主婦って、 忙しいのかなと私思うんですよえ主婦が忙しいイメージがあったのはもう50年以上前でまだ洗濯機も買えないから洗濯板で洗濯してるとかねでお掃除もほうきでやってほんと腰が曲がっちゃって大変とかねそれこそお、まあ、庭先とかねそれから玄関先とかもやっていくとか夏には水打ちをするとかね 庭に水をまくとか、重労働が多かった時はあったと思うんですよ。それに加えて、子沢山とかっていうのだと、もうそれこそね、主婦外はとてもじゃないけどできないっていう時代だったと思うんです必ずしも私は専業主婦とかね、貶めるつもりはないんですけども、ただね、どういう風に捉えていくかっていうことと、それを分かっていて、主婦ってものをやったのか、もしくは結婚したのか、やってみたらこうだったっていう風に、 ちょっと多少の認識不足があったのか、それとも、旦那さんをはじめとする家族の、まあ協力というかね、そういった理解が得られないからなのか、まあ様々あると思いますけども、どうでしょうか。まず、少しずつ手放していった仕事とありますけども、39歳の女性は、週一で休めるかどうかっていう自営業の夫と、私一人でゆっくりと着替えられないこともあるぐらい忙しいということらしいんですよ。 寂しがり屋の9歳の息子と暮らしていると。なるほどね。やっぱね、いろんな生活環境違いますから、まあ私がね、何かを言ったからといって、もしくはこの記事を書いた人が何からと言って、そうじゃない人もいるよっていうふうな論調は合わないですからね。そうじゃない人も確かにいるんですよ。でも逆の立場で言えば、そうじゃない人もいるというところから見ても、そうじゃない人もいるっていうふうに言えるんで、住人といろなんですよね。まあですんで、一つの方法で全員が、 解決するってことはありませんあるとしたら気の持ちよっていうふうな言葉になっちゃうんですよねで慣れていない子育てに戸惑う日々って書いてますけどもあの子育てってね2人子供を産んでも2回しかできないわけですよ基本的に慣れる人はいません慣れる人はいないんだけども覚悟を持ってやり遂げるだけもしくはできないところに手を回さないってことなんですよ慣れない子育てに戸惑う日々に加え自宅から1時間ほどかかる勤務地これは大変ですね 育休中も戻るとしても時短だろうなという思いを持っていましたがそこに保育園の壁が立ちはだかると保育園ね当時私の住んでいる地域ではフルタイムで働いていないと保育園に入れないぐらい定員が厳しかったあ,ありますねこれねうんで、えー、時短勤務で復職したら子供を入園させるのは無理だと判断して職場に復帰することなく退職したと。 女性からするとね、自分の選んで面接して、そしてスキルアップした仕事、そこでの人間関係、手放したくないと思うんですよ。でも、女性はどうしても出産ってものがありますんで、一定期間、社会から離れなくてはいけないということがあります。だから、結婚をするってことは、そのために仕事を捨てる場合もあるよっていうことは、やっぱ覚悟しないといけないのかなと。と同時に、 仕事を捨てなくてもいい仕事を最初から選ぶっていう選択肢もあるんですよね。自宅の中でフリーランスでできる仕事っていうのもだいぶパソコンとかインターネットのおかげで広まりましたんで、最初からそっちに行けば通うこともないですし、それこそ、お復職みたいなこともなくってね、ベッドの上でできる仕事っていうのも結構ありますんでね。うん。で、そういったことを選ぶこともできます。あとは自分にそれができるかどうかっていう話で、えー、例えばね、 あの、重いものを持てない人に対して、引っ越し屋のバイトっての、進めにくいじゃないですか。免許を持ってない人にドライバーの仕事って進めにくいでしょ。それと同じように、この女性も、パソコンやインターネットを使ったフリーランスの仕事が、もしかしたらね、気分的にも、肉体的にも、環境的にも向かないのかもしれないんですよ。だからこういう人に、ネットで仕事したらいくらでもあるよっていうのは、かなり気の毒な、 ことになりますのでそういう選択肢もあるのを承知で今の状況ですからねそこはやっぱり理解していかないといけないかなと思いますえー、退職後しばらくしてから知人の会社をアルバイトして週に数日程度手伝っていましたが朝からフルスロットルその間子供は一時保育に預けてましたがうまくなじめない様子で結局そのバイトも数年前に辞めたとそう子供がね与えられた環境になじめるかどうかっていうところもあるんですよ まあでもそんな甘いことを言わずにあのちゃんとやれやみたいなねそういうふうなスパルタ教育もあると思いますけどもあ子供がかわいそうだからっていうふうな親心からやっぱり預けておく場所が合わないのかなっていうことでね引き上げてくるっていう選択肢も尊重しなくてはなりません、まあ、その後在宅の仕事を始めたそう在宅の仕事が最後に来たんですよね軌道に乗り始めた頃一時的に子供が不登校に気づいたら少しずつ手放ししていたのが仕事だったということですよねうん まあね、あの、女の人一人で悩まずに、周りに相談したらいいのに、みたいな意見もあるかもしれませんけども、それができていれば、あの、こういう風なね、投稿になってないわけなんですよ。だから、またわずれな指摘はね、やっぱり、抑えた方がいいかなと思いますね。で、ポイ活とか投資信託で、まあ、お小遣い稼ぎっていう、まあ、こういう選択肢が今の時代にあるのも本当救いだと思いますけども、当然ですけども、正社員時代とかね、あの、アルバイト時代ほど、 月に5万10万と稼げる人っていうのは本当に少ないです。それはそれで特別なスキルがないと、あの、ダメなんですよね。ポイ活とかで稼ぎ続けようと思ったら。あの結局、どっかに雇われるとか、どこかでお店で働くとかっていうのも、簡単そうに見えて、そこで働けるような環境が整備できるかっていうスキルなんですよ。例えばその勤務地まで通うことができるか。ね。 他の家庭とかの環境を抑えて自分が十分働ける時間を確保できるか全部スキルなんですよ。で、そっちのスキルがないからじゃあ通わなくてもいいように子供と一緒にいられるようにってのことを優先するとそれはそれで別のスキルが求められるんですよね。だからどんなあの大変さだったら自分は受け入れられるかってところとのいつも勝負になってくるんですよ。で、器用な人ってのはどんな状況でもそこから利益を生み出しちゃう仕事ができる環境を作り出しちゃう っていうところなん。ですよでそういう人は少ないいですね、うん、でそういう実態があるんだけども専業主婦というふうに世の中が見えるからなんか楽でいいよねみたいに思われちゃうのは違うよってことなんですよね。だから専業主婦以外の呼び名が欲しいっていうふうになってるわけなんですよ。これ結構共感する方多いんじゃないですか で、家事、育児をこなしながらも、できる範囲で稼ぐ。そんな自分なりの道を見つけたはずの、えー、女性ですが、専業主婦というだけで、周囲からの眼差しが厳しくなるように感じますと。あの、これはね、はっきり言ってね、周囲からの眼差しっていうのは、勝手な思い込みなんですよ。私から言わせてもらえば。あの、周囲からの眼差しって、じゃあ、誰の眼差しが嫌なんですかってことを、具体的に捉えたら、別にないわけなんですよ。周りからこう思われてるんじゃないだろうかっていうふうに、勝手に妄想してるだけで、周りの人はね、 何も思ってないし、周囲からの眼差しっていうでしょ。そんなね、人の目つきだけで人の気持ちなんて分かんないですからね。なんか、目は口どに物を言うって信じてる人もいますけども、分からないですよ。ね。じゃあ、目の見えない人はどんな気持ちなのか分かりますかってことになっちゃうじゃないですか。そもそも、周囲からの眼差しが厳しいんだったら、周囲の人の目を見なければいいでしょ。だから実際に何かね、あの、直接的な攻撃を受けたりとか、 なんか悪いことを言われたりとか誹謗中傷を受けたりっていうんだったらこれ眼差しじゃないですから。それはね。それはそれでもう、実際に被害届けって話になってくるわけですよ。だからね、周りの目線が気になるって、目線なんて何も言ってないですからね。目からビームでも出るのかって話じゃないですか。その辺が分かっていれば、周りの目線なんてのは全く気にすることがないです。そもそも目線によってね、その人の気持ちが分かるほどの超能力者だったら、もうね、スーパーサイヤ人ですよ。 自分にどんな能力がある人の気持ちが目線でわかるっていうふうに思い込んじゃってる自分の考え方はちょっと反省した方がいいと思いますよ。そんなね、目つきでわかんないですよ。<laughs> で、専業主婦という言葉には、時間やお金に余裕があるという固定概念がついてしまってると女性は話します。これはね、この女性が勝手に思ってるだけで、専業主婦にそんな概念なんてどこにもないですよ。専業主婦も住人トイレですよ。なんか勝手な思い込みなんですよね、この人もね。うん、でも、 母親業、家事育児、ポイ活などの副業、やってることはたくさんあるんですと。うん。母親業、家事育児って、そんなに忙しいんですかねいや、ね、こう言ったらね、忙しいなよっていう人いますけども、それは忙しくないように工夫するもんなんじゃないかなと思うんですよ。じゃあ、働きに出てるお父さんが楽してるんですかって話になるじゃないですか、これ。で、自分の環境をどう整えていくかってことが、 自分の暮らし、人生をどう整えていくかってことになるとしたら、結婚するとね、母親になるってことも、もう覚悟の上、家事、育児が自分にのしかかってくることも覚悟の上、で、家事なんてのは別に独身時代もやってるわけですから、そんなのわざわざやるっていう意識のもんでもないと思うんですよ。家事とか掃除とかね、洗濯とかね。これなんかわざわざ仕事のようにやるみたいな恩着せがましいもんなんですかね。うん、これもだから、 私の考え方になっちゃうかもしれませんけども母親業って誰が言い出したんですかね喜んで子供のためにあれこれしてあげたいって思うもんなんじゃないかなと思うんですけども何かね仕事と同格に捉えているところが私にはそぐわないかなと思いますし家事育児っていうのもいやそれをやりたくてて結婚ととか出産すするんんででしょってことなんですよ家事育児が嫌だったら結婚もしないし親元で暮らしていけばいいしってそういう生活を今やってる人もいるわけですからね。 うんだから将来自分がこの女性ですけどもね母親になるとか家事育児をするっていう風に10代の頃から予想できるわけじゃないですか少なくとも20代ではねだったらじゃあどんなことを今のうちにやっておけばいいかなっていうのもあったりとかあまあお母さんにねどういう風にこなしてきたのその不自由な時代にとかね 私の母なんてのは戦後の生まれですからねそれこそ教育も受けてないしね情報もない時に努力と根性で生え上がってきたわけですよまあ個人的なこと言ったらまたねあのー、他の方の答えには遠くなっちゃいますねこの辺にしときますけどもまあでもね母は業家事育児って、うん、長年人類がやってきたことですからね、うん、だから絶対に 何かがないとできないってもんでもなくって思い詰めない方がいいのかなっていうのとまあそんなにね複雑回帰なもんでもないのかなと思っちゃうんですよねあとポイ活もね副業これもだから割が合わないと思ったらやめればいいしポイ活が例えば毎月20万ぐらい産むんだったら負担とは思わないでしょうしねだからポイ活とか言ってあの色々と作業する割には時給的には200円とか300円の世界なわけですよこれ。 あの、結局、ポイ活を教える人ぐらいになったらね、いいんですけどもね。あとはやっぱりこう、一件数万円のポイ活ってのもありますんで、そっちに特化してやるとかね。おそらく数百円のやつを一生懸命やってるんじゃないかなと思います。まあ、あの、ポイ活とかアフィリエートが得意の私から言わせると、ポイ活が苦痛になるってことは、苦痛のポイ活をやってるってことなんですよ。だから楽ちんなポイ活を選べばいいんですけどもね。うーん。 で、まあ、息子さんはちょっとね不登校を経てっていうことなんですけどもこれもね息子さんが不登校なの問題だって捉えてるところが問題なのかなと私は思うんですけども学校をそもそもうん行きたくないんだったら行かない選択肢の方が人は豊かになると思うんですよ今教育はどこでも受けれるんで,で学校に行かないんだったら、うん、自分でやんなさいでもいいのかなと思うんですけどもね、うん、だって学校って強制的に行くもんじゃないんですよ 行ったら金もかかるし、面倒事あるし、いじめられるし、いじめるかもしれないし。で、いや、学校は行かない方が正解だと私は思いますよ。行きたいって言うんだったら、行けばいいんですけどね。うん。で、今ある言葉を自分で表そうとすると、専業主婦以外に名乗れるものがないんです。別に専業主婦名乗らなくてもいいじゃないですかね。なんですかね。うん。そのために自分を表す専業主婦以外の肩書きが欲しいと思います。うん。なんだろうね。 平和愛好家とかでもいいんじゃないですかビーガンとかね。うん。なんか自分で自分の肩書き作ってもいいと思うんですけどもね。まあ、あの、笑ってるわけじゃないんですよ。だからこういう専業主婦っていう言葉にとらわれすぎてるんじゃないかなと思うんですよ。ただでさえ子育ては大変。これも私は全然理解できないですよ。子育ての大変さって。ね。だって、 あのロールプレイングゲームをクリアしようと思えばそれなりの工夫とか情報とかあのトライアンドエラーっての必要じゃないですかそんな感じなんですよね子育てってのは大変というよりもそれが子育てをしたくって子供を産むのかなそれともたまたまできちゃって面倒くさいけど仕方がなくてやるのかなっていうところですよね、まあ、大変さっていうのはね例えば子供が自分とは予想がつかない動きがするとかっていうのはあると思いますけどもそれは別に子供だからそうするわけじゃないですからね 誰でも、やっぱり他者の意思ですから、面倒事あると思うんですよ。で、私に言わせればね、あの、女の子と付き合ってて、女の子が大変ですよ、一番。あの、子供なんてのの面倒くささなんてのは、どうってことないですよね。言葉が通じる成人女性が、どれだけ我がままで面倒をかけてくるのかの方が <laughs>、私は大変だと思いますし、あの、会社を経営してると、社員の大変さとかね <laughs>。 我が子であれば愛情もかけれるけども、他人の子にどこまでね、自分が従事しなければならないのかな、しかも金まで払ってみたいに思っちゃいますけどもね <laughs>、うん。でもねこ、ここまで言って、あれですけども、ここで相談をされている女性の気持ちもね、私、非常にわかると思うんですよ、なぜなら、私も、私もですねあの、まあな、家の中で仕事をしていて、家の中で収益を上げていて、しかも24時間、365日、あの家事、育児をやってるわけですからね。 別に大変じゃないですよだって自分の家族のために働くことって喜びじゃないですか何一つ大変だなと思うことはないですけどもねうんこれがだからね見ず知らずの人のためにやるんだったらなんか嫌ですけども自分の選んだ奥さん自分の選んだ愛する我が子のためにこの家庭を家を守っていくと思ったらなんか奮い立つような気持ちなんですよねうんだからなんか家が負担家族が負担とか奥さんが負担子供が負担なんて全然思わないですよね むしろ誰よりもいい暮らしをさせてやりたいし奥さんに「私専業主婦です」って堂々と名乗れるようにねだって専業主婦って名乗れる奥さんなんて旦那さんからしたら何よりも誇りですよ俺んとこ来てよかったろうって思わせるようなね、うん、でも共働きをしないと やっていけないもう仕事に出ないと家計がやりくりできないから大変ですみたいなこと言われたら男としてはちょっとねかっこ悪さう私は感じちゃうんですけどもね、うん、まあそれぞれの生き方があると思いますんで私の考えは全てじゃないですよただ記事を読んで共感するところは大いにあるんですけどもうんまあ私とはね当然ですけどもライフスタイルが違うんで違う視点を持ってるなってとこですよねうん当たり前ですけどね <laughs> だからね人の状況には共感できるけどもでも何もしてあげることはできないのは確かなんですよ アドバイスすら全部またわずになりそうですから、ね、うん皆さんどのようにお感じになったでしょうか私はねこういった相談事を見るといろんな選択肢があって自分の人生を必死で生きてるなというふうな癒不<え>の念が湧いてくるんですけどねあの頑張ってほしいと思います。